お疲れ様です。8月29日木曜日朝6時の相場解説になります。1時間を今ね、見ていただいてるんですけども、えー、昨日はね、こういうふうにお話をさせていただいておりました。あというのが、上から下にこうやって落ちてきて、で、上に向かって、また下に落ちてきて、それが同じ水準ぐらいなんですよね。で、えー、上に向かったものがボラティリティを下げて、今度下に行ったよねってことで、これは、あの、トライアングルの作り方なんですよね。 高値圏がずっと下がってきてるわけでしょで、安値圏はだいたい同じところに位置してます。まあそうなると、まあこういった形にも見えるんですけども、このディセンディングトライアングルって言ってね、えー、そのうちこの下がったところをブレイクして下に抜けていくってことが、まあ、考えられるかなっていうふうに見えたんですよね。あの、トライアングルで下に抜けるって形と考えてもいいと思います。と思ったんですけども、そうならずにですね、 ここから上の方にグーンと上がっていって下がった形ですよねこれを相変わらずディセンディングトライアングルっていう風に考えてもいいんですよこういう風に線を引き直すこともできますからねこういう風に線を引き直すことができますこの考え方も悪くはないんですが私はこのように考えましたそれはやっぱり基本戦略ね迷ったらレンジなんですよ髭先を伸ばして髭先を伸ばしてね貯金の髭先この二つでしょそれからじ 実体を伸ばして実体を伸ばしてレンジインレンジができていくんですよ基本戦略のレンジの中でもこの内側の上下50ピップスのレンジとそれから外側の1円にわたるようなピップスのね幅がありますよねこの2つに挟まれてるんじゃないかなと思ってるんですよしかも若干これは上に寄りがちなのかなとねそういうふうに見えなくもないかなとだからここを抜けていったらこの幅を取ろうかなっていうふうに思ってますね もしくは抜けずに跳ね返ることがあったらレンジ内オプションでここのバイセルで取っていこうかなってところですねで第3の選択としてはこういう風なトライアングルがあるとしたら抜けた方向についていくっていうのも考えてます、まあ、いずれにしても基本戦略をディセンディングトライアングルトライアングル系からレンジっていうね長方形の方にと変更して なおかつ両方見ていくって形です。はい。それではね、逆説的なんですけども、一日足から順番に見ていきますね。一日足は、高根県にあった値動きが、ガーンと安根県に落ちてきました。それで、あ、ちょっとすいませんね。このあたりでちょっと抵抗が出てくるって感じですかね。これを抜けたら、一気に下まで、このひげ先まで抜けていくのかなってところですけどもね。全体像はこんな感じです。 で、4時間。4時間を見ると、下落が続いてるかなってところで、いきなりボーンとね、上昇に向かうことないのかなと思います。うん。チャンネルラインで引くとなると、こういう感じに綺麗に収まるでしょ。ここちょっとえぐれてるところですけどね。まあ、ですんで、円高の方向にじわりじわりと行くのかなと思いますね。 ほんでもって1時間に戻ってきます。1時間、どのように見えますかもう、重ねて解説はしませんけども、私の解説の他にもね、自分にはこう見えるんだけどなーっていうのも考えてみてくださいね。いくつかパターンが考えられます。で、どのパターンを選択したかによって、利益が取れる人と、利益が取れない人。ね、その割合が決まってきますんで。私は、レンジ、レンジで、 行ってみようかなと思ってます。はい、それではまた。